はい、元気がない、元気が、目が死んでる。元気がないぞ。全然元気がない。頑張って。急にごめんなさい。もしかしてアニメや漫画が好き？そんな中に？Thank you.
ございました。うまくいった。ありがとうございました。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。はい。お疲れ様です。爆音でした。忘れ物、はい、ボード、はい、ゲームをつけたら、はい、忘れ物お届け、ありがとう。美味しかった？美味しかった。今日昼間ほとんど撮ってねえんだよ。みんな、なんか目が死んでてカメラ向けたら嫌そうな顔しそうだから。いや、そうです。1秒も撮ってねえからな、昼間。よっしゃ、もう来年はああいう顔すんなよ、最終日。絶対。じゃあそういうことで、お疲れ様。よっしゃ。この店は報徳学園が占拠しました。あ、3年生あんま撮れなかった、普段の様子を。なんか邪魔になっちゃうかなと思って、うん、邪魔しちゃ悪いなと思って。マスコットです。マスコット、ほんまもんだな、これ。これ本物だ。よかったよかった。彼女に LINE してるんですか？違うんですか？今日の連絡みたいです。あ、今日の連絡。セブンイレブン菅平高原店。そうだな。そうだな。今日疲れたな、みんな。うん、みんなに言ってるけど、朝みんな死んだような目をしてたから、今日は撮れなかったんだよ。こうやってカメラ向けられなかったんだよ。かわいそうで。あんな目をしてたから。来年はあんな目をするんじゃないよ。笑顔で。笑顔で。あのバスに乗ってくるあの死んだような。お願いします。お願いします。じゃあ約束。よし、よし。お疲れ様でした。気をつけて。ありがとうございました。どうぞ。お疲れ様でした。どうぞ。足が全く楽だった姿だから、だいぶ復活して、まあ、自分としても夏が来るのが楽しみで、すごい復活して、一礼合宿してくれてるみんなが、心でナンバーワンとして、ちゃんと幸せな時間を過ごさせてもらってます。みんなのおかげで。ぜひ、こういうのをもう一着新しいやつ、三つ目、ぜひよろしくお願いします。こんなに若い人でおられることは滅多にないんで、本当に、心から応援します。ホテルをほっぽり出してでも、ベスト4くらいから見に行きたいけど、決勝は絶対見に行くので、みんなの優勝をもう一回見せてください。ありがとうございました。どうぞ。いいこと言えた？言いました。この方たちが入りかな。これ見送れない可能性あるな。バック1回。これもしかしたらラストシーンになるかもしれない。はい、ありがとうございました。頼む。はい、頼む。頼む。バス。バス、先回り。バイバイ。バイバイ。おお、見つけてくれた。バイバイ。バイバイ。